二人の空気感を大切に踊ります。頑張るぞーとのことです。いきましょう。絆な拍手。スタートゥルスクールジュニアの部優勝は、フリースタイル絆が。さあ、大鳥でした。ジュニアの部絆な2人目にさあ登場です。拍手。さあ、こっちに向こう向いて並んでください。はい、優勝のピーズ7には、まさひろさんの方から優勝ボードとして賞金1万円が贈られます。そして、タッキーさんの方からファイナリストボードが贈られます。おめでとう。ガチャ進出ですね。さあ、本日のウィナー、優勝です。ジュニアの部、今の気持ちを。このコンテストに何回も挑戦してて、今日は絶対取りたかったので嬉しいです。嬉しいよね。今、何歳ですか？中学生ですか？小学校6年生か。そしたらリルワイルド出てたもんね。はい、というね、小学校6年生チームですけども、さあ今の気持ちを。いい声の張りしてますね。めっちゃ声通る。
はい、どこで踊ってるんですか普段は。地域的な話ね。あの明石、兵庫県の明石っていうか。兵庫県の明石っていうところなんや。おっちゃんあんま知らんけど、おっちゃん住んでるとこ兵庫県の明石っていうところに住んでるんですけどね今。はーい、いや同じとこでねがでなんですね。はい、あ、2人とも明石なん。僕もね明石なんですよ。びっくりねえ、ということでもうびっくりなんですけども、びっくりなんですけど俺の感想やな、びっくりやな。明石でね活動してるっていう、練習してるっていうか拠点にしてるのかな。はい、さあ本日は優勝しました。さあこの優勝を引っ提げての12月グランドチャンピオン大会となります。グランチャンへの意気込みお願いします。もっともっと練習して自分たちのベストを出せるように頑張ります。はい、グラちゃんも頑張ってください。本日のジュニアラブ優勝はキズナナでした。おめでとう。